僕はあのガビッツさんのグローブを使用しています。このグローブを使い出してから4年目になります。山口時代にこう紹介していただいて、そこからずっと使わせていただいてます。ガビックもいろいろ形があって、カットの形が違うんですけど、ガビック日本のメーカーで名前がこう漢字で表されてるんですよ。一応多分九だったと思うんですけど、九州の九なんですけど、でいろんな形があって、まあ、ぜひこう気になる方はガビックのサイトから検索してください。中見えないんですけど、この中にグリップがついてて、こう滑り止めになってて、雨の日とかでもキャッチしても中でずれずにしっかりと収まるんで、僕自身はそれがすごいいい感じに収まるんで、すごい使いやすいのは感じてます。日本人向けのっていうの形っていうのを意識されてて、やっぱりこう海外製とかやったらちょっと大きいなとか、あこれちょっとちっちゃいなとかいろいろあるんですけど、僕自身はすごい手の形、指とかの形に合ってるんで、すごい使いやすさを感じてます。こう指のところも締め付けられてる方が好きなんで、ぴったりのやつを使ってます。僕自身はすごい曲げやすい部分かなって、こう重ならずに綺麗に曲がるんで、あとはまあこのフィット感のところですね、指の横のゴワゴワしずに自分の思ったように動かせる、素手のように動かせるのが僕は好きです。素手の感覚に近ければ近いほど自分の力が伝わりますし、こうキャッチングしたりとかそういう時にこうすごい素手感覚で取れるんじゃないのはすごい助かります。この動画が良かったと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。